さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。オーラ2の CM ようやく4回ぐらい出会うことできました。ありがとうございます。さあ今夜は11月に書き込まれたパフュームロックス掲示板のメッセージを紹介していきます。パフュームロックス。Perfume Locks Starring Perfume。 11月の Perfume Locks 掲示板を研究せよ。今月もたくさんの書き込みありがとうございます。ありがとうございます。早速紹介していきたいと思います。はい、広島県21歳女の子、ラジオネームおにぎりこちゃん。おにぎりこちゃん、ツアーお疲れ様でした。ありがとう。京セラとヤフオク参戦しました。うん、ヤフオクはなんとアリーナ2列目。え、 MC であーちゃんが話している途中にあくびした人と同じブロックだったので、うんうん、のっちの、おい今あーちゃん話してんぞ、うん、目の前でいただきましたもちろんパフォーマンスも目の前で見ることができて感激でした。おー、そうだったね。ヤフオクさんは1日しかないんだけど、うん、もう最終公演、うん、でこのツアーをもうずっとやってたから、うん、3つのツアーのいっちゃん最後、うん、サイクル最後ね、うん、最終公演だったからもう力入るじゃん、うんうん、なのにあくびしとったよ。見えたんだよね、あっちゃんがね、うんうん、で「ああくびしとる」って思ったよ一回、うん、で、うんどうしようって思ったんだけど、もうそれで苛まれて何にも言葉出んかったよ。 あくびしとるって普通に言っちゃって、うん、で私はぁーと思って、あーちゃんが一生懸命喋ってんだろうが横からクイーン出てきた、喋ってるでしょうがっつってなってね、やからごっこしたんだねそうそうそう、そーいってやつをやったんだよね許してくれたぞ、よかったな許すっつってその人の後ろの列かな、アリーナ2列目って。でもね、その人2列目だったかもしれん。あ、数え方が違うのかな、列、うん、こういう並びで、うちらからはここに見えるけどみたいな、1列目が2人で、2列目が4人ぐらいいてみたいな、うん、そういう多分作りで、ははそのまさに同じブロックだったと。だけどもう、おいって今話してんぞっていうのはあのブロックに言ってたみたいなもんだから自分も言われたみたいな、そうか、そうね、感じだったんかもね。楽しかったあれ、うん、はい、じゃあ続きまして、静岡県28歳女の子、ラジオネームなち恋ガール、つーちゃん。つーユニクロコラボのポスター、透明感がすごくあってキラキラしてて大好きです。いろんなポーズをしてるけど3人はどのポーズが好きですか。おありがとうございます。そうなんですよ。あれ何パターンあったっけ、6パターンだっけ、ポスターが6パターンだよね。一、ね、うん、つのポスターにも3人だけじゃなくて、うん、あーちゃん2人とか、うん、どっち2人みたいに結構ランダムに人数がいるんだよね、うんうん、だからいろんなポーズして下が撮ったんですけど、うんうん、6枚の中で同じポーズないもんね。そうなんです、ポスターの中で、うん、その中で何が好き、覚えてる全部。あのね、自分のしか覚えてない。いや自分の覚えとんじゃない、うん、自分のやついいよ。いいの、うんうん、好きなやつ、うんうん、なんていうか、右手で、うん、左手だったから肘持ってるやつ、ちょっとわかんないですけど、うろ覚えですわ肘持ってるんだね。肘持ってる、うん、座ってた、立ってた、立ってたかな、立ってるやつ、うん、あ、もうちょっと探してもらって探してもらう、もしかしたらないかもしれない。え、ないでしょすごい数ポーズ取って、うん、何個かランダムに選んでもらってはめてもらって考えたりしたから、うん、絶対これを使いますって決まって取ってないもんね、うん、ポーズを。そうだね、だから使われてない可能性もあるもん ね、 そうだね、自分の印象ではすごく強かったけど、うん、え、クシュがどれ好き、うん、私は自分だったらしゃがんで下に手をね添えてるやつ。はあ、耳あたりに片手があって、うん、下向いて地面を触ってるよね。へえ、後で見ようそれはね、それは入ってますよ。あ、これは入ってる、はい、あっちゃん覚えてる。ちょっと待ってくださいね私あちゃんの好きなやつ。あ、嘘、あのスカート苦戦したやつ。何何、宙に浮いてるあーちゃん。あ、無
無重力のやつね。ポスターの左上あたりにいる無重力になってるあーちゃんをいかに無重力に見せるかっていう研究をね、そうそうそう、みんなでして。やった、映像だったね。スカートをこうした方がほら浮いて見えるそれゆかさんもうほんとそれ、あれ好きです。あのポスター1枚がさ、うん、宇宙空間なわけよ、無重力空間、うん、そうね、うんうん、私もちょっと立ってる風なんだけど、うん、若干浮いてんの実は。マジで？あ、そうなの。影がね、ちょっと浮いてる風にそう作ってあった。へえ、でしょ。あれわかる、あれ好き。最終的にすごい浮いたもんね。そうだね、ね、浮いた浮いた。あの座るやつ実はあれもう傾いてるから分かんないけど、うん、すんごいあれ腹筋で耐えてるんですよ。だって足浮いてるもんね、うん、あれはちょっと苦戦したから、うん、うまくいって嬉しかったかも。そうだね、うん、あ、これどれ、これのこと、この小さいやつ、小さいのっち。あ、そう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 、多分ちっちゃいと思うこれを言ったあんた、小さい、すごいね、好きだったの。でもね、デザイナーさん的にはあんまりだったのかな、うん、ちっちゃいってことは、うん、バランス的に後ろに、大きさには関係ないと思うよあのもうこういう位置づけしてったらたまたまそこだっただけで、私これも好きだよ、切れてるけど、手伸ばしてるやつ、うん、そうそう、伸ばしてこうよろって頭をこう右に傾けてる、うん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 、アンバランス感ね。そうそうそう、好きだし、え、いっぱいあるよ、そんなん言ったら。めっちゃ見たもんね、だってめっちゃ見た、めっちゃ見たけど、うん、何回見ても新鮮に感じる、うん、そうね、だって結局何にも覚えてなかったそうだよね、いっぱい撮ったけど今ねありがとう、いろいろ、まあ、ね、今ね展開されてますんで、うん、みんなでヒートテック着て、うんうん、このねポスターもぜひチェックしてください。じゃあ続いて神奈川県の17歳女の子、ラジオネームほのっちちゃん、ほのっちちゃん、ほのっち。カウントダウンジャパン1617のタイムテーブルが発表されましたね、うん、ああ、Perfumeさんは12月28日のアースステージの5時から、うん、最前取りに行きます。マジか、そして Perfume さんを少しでも近くで見たいと思います、うん、半年間ライブ行けてなかったから本当に楽しみです。半年間ってことはアリーナ来たのかな。アリーナ来たか来れてないかギリギリどっちかくらいだね。半年間って久しぶりだよね、カウントダウンジャパン、年末のフェス出るの久しぶりね、すっごい楽しみ、すっごい楽しみ、うん、どういう感じだろう ね一番大きいステージですからね、うん、今年もありがたい。そうじゃね、うん、皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです、よろしくお願いします。続き11月のパフュームロックスケージ版を言及せよ。まだねたくさん書き込みあるんですよ。嬉しいわ。これね、沖縄県、うん、19歳男の子、ラジオネームたまちゃんしんちゃん、たまちゃんしんちゃん、たまちゃんしんちゃん、口元ビューティー、ついにあーちゃん、のっちさん、ゆか様のオーラ2限定デザイン3種類ゲットしました。明日から口元ビューティー。お前はゆか様ファンだな急に一人だけ。これだから私に至ってはもうシンプルですからこれで言ったらもう呼び捨てですからね。あーちゃんさんとかね、あーちゃ ちゃん、のっちさん、ゆか様、まあ、これ逆じゃなくてよかったよ、ほんと逆から言われないでよかった、うん、っていうのはありながらまあ許す、うん、許すよ、ありがとう。口元ビューティーメンズなのにね、ほんとだ ね、うん、3種類ゲットしたって。味違うけんね。そうね、味、うん、パッケージもね、3人の衣装のデザインになってて、3人とも味が違うの、ね、うん、そう、口元ビューティーされるでしょう、ね、味も違うから楽しめるかな、うん、さっき言ったから、あ、早く3回目だから言ったからね、ありがとうね、たまちゃんしんちゃん。続きまして、新潟県26歳女の子、ラジオネーム仲良しの中ちゃん、中ちゃん、中ちゃん、のっちの前髪の件、うん、私ものっちと同じで前髪とか全ての髪の毛が同じ長さです。おお、と言ってもノッチより長いので平野ノラさんのような髪型なのですが、お、そっち、バブルな、バブリーな、うん、ちゃんと前髪という意識がありますよ。センター分けにしてみたり、ま、斜め分けにしてみたりアレンジ楽しんでますって。へえ、
仲間がいましたよ。ありがとう中ちゃん、ね、うん、そうなんだ。長いとまたいろいろアレンジできて楽しいのかもね。長くてこの状態ってあれ結構大変じゃない？結構大変そうあれ。へー、中ちゃんありがとう。楽しいよね。指針どういう共感の言い方かありがとう。じゃあ続いて大阪府男の子18歳ラジオネームクレイジーなまつこちゃん。まつこちゃん、なまつこくん、クレイジーなまつこ、クレイジーなまつこくん、まつこくんかもね。パフュームの皆さんはパフュームの楽曲の中で一番体への負担が大きいダンスだなと思う楽曲は何ですか？めっちゃ面白いじゃんこの質問。僕的にはクリンクリンとかパーティーメーカーとか踊ってたら首めっちゃ痛いです。ああ踊るのね。そうなんだ。僕的に踊ってるんだね。もう負担トーク大好き大好き大好き超大好き。これについても話止まんないから。止まんないから。でもクリンクリンパーティーメーカーいいとこついてますよ。いやクリンクリン辛いよ、うん、辛いよ辛い止まんないんだもん、ね、この間のドームバージョンのパーティーメーカー辛いよ。あれ辛い、辛かったよあれ。辛いよ足笑ってくるもん、うん、途中からね。ね途中から、うん、言うこと聞かないんだよ。そうなの、力入んないのほんま。膝がいけん。やっぱライブってなってくると、うん、1曲踊るのじゃなくて前の曲のその蓄積がのあるパーティーメーカーとかだから、ね、それがね結構ね。だけど、ね、それで言ったら、うん、シンプルに何笑っても楽しいんだろ。楽しい、私も楽しいよ。すごい楽しい。シンプルに言って1曲だけで辛いは、うん、やっぱ大丈夫ないじゃん。うん、あ大丈夫ない辛い。結構ぐんぐん抜いとるあれは。確かにあれはだって無酸素運動と有酸素運動の組み合わせだもの。言い方そうなの。そうだよ。嘘。なんかカチッて止まったりする動きって、うん、あの息止めてさってこう止めたりするじゃん、うんうん、で速い動きもあって、うん、でサビはさもう常に飛んでるから、うんうね、すごいあの息切れするよね。するんだよ。息切れするよ、うん、もうこの間のっちさん靴がバーン飛んでた時はほんまびっくりしたけどね。びっくりした。もうダンスの辛さなんか飛んでったもん。飛んでったよ。びっくりした。あの校長見に来てくれた日でしょ。そうだ。そう。そうなんだよ。もうやだ。全国放送で言わないで本当に。やっぱかったねあれ。あの大丈夫ない最後に、うん、もう本当に歌が終わって一番最後にキックしてポーズじゃん。だだだ全然大丈夫ないけどって終わるんだね。そう。そこのキックの時になんかすごい調子が良かったの。うん、あの日体の、そう体の調子がよくってすごいあの体が動くし、うん、なんかすごい足上がりそう、キレよくキックできるかも、うん、って思ったらスナップも効かせすぎて振り切りすぎて、うん、飛んでた。足のこのスナップ効かせたの、ね、足首のね、足首のパンを、そうでもパーン後ろ飛んでて、うん、でそのままないけどまだ我慢すりゃいいのに、うん、もう我慢できない。ポタン飛んでてその靴を追いに行くっていうね。でないけどって最後なんか分からないけどステージ前見るみたいな。じゃあ一応最後だから顔を決めるっていう。何決めたんねんっていう。私その決めたのちょっと目合っちゃったからね。びっくりしたよ。ゆかちゃんの後ろに行ったんだよね。そう靴がね飛んでったの、うん、そこにすぐ迎えに行ってからのちが、うん、いやだって裸足で最後カッコつける自信ないもん。もう 2,3 秒よ。2,3 秒でその後しかもマイクヘッドハンドマイクに変わるとこだったよね、うん、だからマイク取りに行け後ろ行くのにから、うん、だってさ、うん、ポーンと寝てくってから全然大丈夫ないけどじゃねえよって。大丈夫ないし大丈夫ないね。大丈夫じゃないよね普通に。あの時ほんま面白かったよね。あやだ面白かった。ずっと笑ってたもん。次のパーフェクトスターって曲やったんですけどほんま笑いが止まらんで、うん、でも鼻の下が伸びて笑っちゃうやつっていうか我慢してるからもう我慢してもうってやつ。あの校長がよくやるやつ。あれになっちゃって本当にあの日は面白かったね。面白かった。でも2人も先生も笑ってくれて救われたよ。私はもうほんまに場所がない感じだったもんね、うん、その後ね罰が悪い。そんなこともありました。ありました。もう今月もたくさんの書き込みありがとうございました。紹介できるのはわずかですが本当に毎回書き込みを楽しみにしております。なので来月の方もよろしくお願いします。ないけど飛んでたわ。やだなんか思い出してきた。でこの
空いてたから多分ねパーフェクトになったんですね。よかったよかった。しかもこれがだからねその、はい、大きなスクリーンに思いっきり映ってた状態だったからえその飛んだ靴が飛んでノッチがあーって取りに行くところまで全部なんで落ちちゃったの。名古屋ドーム中のお客さんも多分気づいてたもんだからあれは。つらいつらいよ。でそうだからでも俺は怒ったの、はい、あれ確かに笑っちゃった、はいはい、だけどあの後に、はい、ライブの最後で多分歌詞伺ったと思うんだけど、はい、あのアイハプニングもあったけれども、はい、ちゃんとなんか3人で笑って過ごすことができたと、うん、その瞬間を、はい、そこがだからパフュームとしても多分大きくなったとこだしってことを言ってて。なるほど。あーちゃんとかもその後になんかもしもあれがあったら本当はとんでもにミスしちゃったなみたいなことで昔だったらへこんでたけれどもその後引きずっちゃうみたいなね。そうそうそう、それをだからなんか目の当たりにできたのが俺は逆に良かったと思ったってことで、はい、全国放送で言わせてもらったってことだからそういう気持ちで言ってたんですけど そうは伝わってなかったみたいです。ちなみにどういうことかっていうのはね詳しくはねツイッターで多分一般の人が言っていいのかな、はい、5コマ4コマ漫画にして書いてくださってる方がいてね。ああそうなの、はい、おちょさんが書いてくれてるから、おちょさん俺いいねさせてもらってるんですぐ調べよう。その時のやつがよくわかるやつってことで、ありがとうございました今日も明日のこの時間はスクローブロックの新ロスの内容アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス